そう。うん。確かにこれありだね。これか。そう、この厳選握り、味噌汁に茶碗蒸しにサラダがつく。おお、いいね、うん、こっちは全部ドリンクバーついてんだ。へえ。で、おかわり、うん、すごい。そういうことになります。え、ご飯セットじゃねえ、寿司にご飯セットは意味わかんねえ。寿司セットとかまだわかんない。そう、ご飯セットはちょっとよくわかんない。味噌汁だけ追加しようか。味噌汁いいよね。そう、味噌汁を追加からもうここで味噌汁を選ぶで。虫がつく、これ、あ、私もこれにしよう。寿司セットね、オッケー。サーモンとネギトロ半々でいきませんか。贅沢ネギトロにしていきます。確かに。じゃあこの寿司セットにする。寿司セットいいよ。やった。寿司セットもなめこ汁にできませんか。なめこ汁飲みたいな。あ、なめこ汁いいんじゃない。寿司セット、寿司すいません、ありがとうございます。美味しそう。綺麗。すごい。なんかすごい。綺麗。でもどうかな。映ってるよ。鮮やかに黄色だよ。あ、じゃあこれ。そう。おお、すごい綺麗。すごい。プルプルよ。プルプルよ。やばい。うわ、やばい。これは湯気すごいね。うん、うまい。うわ、すごい。甘め。いただきます。キーポー。すごいね。ハリとハリ。うん。甘い。うまいか。梨が甘くて美味しいね、うまいね、うめ、うめ、な、うめ、うめ、すべてじゃん、うん、美味しい、美味しい、うん、すごいね、この玄達寿司、すごい、生活用のができる、うまいね、単品とかで頼みたいと、これをパッと渡せばいい。本当だ、すごい。へぇ、面白い。すごいね。これ、ゲンタ寿司だってます。おやおや、今夜激しい雷雨らしいですよ。マジで。しかも、まあまあ、こう帰りそうなルートで。うわー、うわー、感じ。あらあら。今夜。あらあら、まあまあ。なんだろう、チーバくんがすっぽりハマってたなっていう。綺麗。なんか鼻こすって綺麗にハマってたな。これはエビの塊ですか。食べ食べ。だね。食べる人ね、ハンバーグするだろうか。食べる。ハンバーグ食べる。ありがとう。すごい綺麗だね。幸せ。うん。
ごい。おー、いいね。目が覚めた。はい。こういうとこの味噌汁はうまいと相場が決まってる。お味噌チーズいただきます。いただきます。もう決まんだわ。決まんな。うん。うま。もう髪の毛ね。忘れていいか。持ってくことを忘れました。忘れてた。うん、米がうまい。とてもうまい。どんどん、はい、こいつはどうしようね。どうしようね、こいつはどうしようね。何食べるか悩みだ。おいしい。やばい。うん、贅沢、ほぼ贅沢。うん。茶碗蒸しの味って味だと思うんですよ。誰も通ってないです。ずっと茶碗蒸しってやつしてて、あのこのお茶碗の中に虫がいると思ってめっちゃ食べない。そうくない。なんかてっきりその誰もが通っていったら、子供の時に茶碗蒸しの中に入ってる銀杏とかね、みたいな。そんなに通ってないですよ。以前の話だった。虫が入った、椎茸とかが入ってる薄いやつ、紫っぽい薄いじゃない。